モロオカカリーマエルサムニーはアラビア語講師、コラムニスト。エジプト出身のアラビア語教育者、アリーハサンエルサムを父に、日本人女性を母に東京都で生まれる。小学生の頃に家族で父の祖国エジプトへ移り、以後はずっとエジプトを母国とする。このため国籍はエジプトであったが、国籍法の改正により10代に日本国籍を取得。 22歳に在エジプト日本大使館にて、日本国籍の国籍取得宣言を強いる。宗教的にはムスリマである。カイロ大学政治経済学部卒業後英国へ渡り、ロンドン大学で音楽学士を取得。その後母の祖国である日本に再び渡り、今に至る。また、妹は留学先に日本を選んだ。現在は、独教大学。 慶応義塾大学で非常勤講師としてアラビア語を教えているほか NHK ワールドのアラビア語アナウンサーも務めているその縁から教育テレビアラビア語会話の講師をパイロット版時代から務めたまたニュースウィーク氏にもコラムを寄稿していたが論調は日本社会を冷徹に見つめたものになっており前述のアラビア語会話においても時折そうした姿勢を覗かせることがあった 岩波書店、世界ですぐそこにある世界を連載。ありがとうございます。